はい、こんにちは、ブルーホースです。ということで、やっていこうか。バイオハザード RE4。いやー、もう最終盤まで迫っているということで、このね、怪しいやつがね、もう、ワーキーや、毛細血管いっぱい詰まってるとこ、ワーキーみたいな状態になってるんですけど、これが、前回パートだと、なんかピク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 動いてたんですよ。動くかな、また。動かない。ちなみに入ってないやつはただの殻っていうこと？これ、こっち行ったら、しゃがむのか。いないね。オッケーオッケー。大丈夫。このさ、音楽が何も流れてないっていう、この不気味加減が半端ないよね。いる。あ、いない。でもこれさ、本編の方だとリヘル、チャンネル登録ボタンとグッドボタン、ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴もぜひお願いしますね。はい。楽しんでてください。コーヒーでもうすすりながらね。紅茶でもいいよ。はい。ゆっくりしてってください。あ、飲み物なんでもいいっす。コーラでもなんでも。はい。ということで、生体サンプルの移送。回収工事は滞りなく完了。昔から換気に使われてた場所なだけに、機密補強も最低限で済んだ。冷却空調の試運転に問題がなければ、1号棟に入りきらなくなった生体サンプルを全て箱に入れる予定。全サンプル移送が完了。運搬中にサンプルが暴れ出す事故もあったが、予定より少ないし、予定してたんだ。サンプルが低温耐性を獲得し始めているという報告もある。不用意に刺激しないよう注意が必要だ。ってことは、これ触れたら出てくんな。悪化。あ、開いた。開く。よかった。待って。なんかどっかでくる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 っつってる。ネズミ。あ、宝物だ。宝探しのスポーツ。OK。よっしゃ、ワンピースだ。どこや？なんか出てきてるんだな。ん？どこだ？あれ？どっかでくる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 いってるの？この辺だよね。ん？上か？あ、いた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 。これで刺激を与えたことになって、急に発狂とかしたりしないですよね。大丈夫だよね。よし、じゃあ開けるか。オールドット。匂いがつかない無臭だ。ネズミ。危ない危ない危ない。そういうことか。いるね。なるほど。落ちていくスタイルか。うわぁ、冷却。目の前のはいないと。大丈夫かな。で、これ、開けたら多分、来ちゃうだろうから、一旦こっち、うわぁ。あ、さっきからシャコシャコシャコ言うてんの、動いてるからか。え？ミスった。ミスったミスったミスった。ミスったミスったミスった。シンプルにミスった。間違えて撃っちゃったよ。うわぁ、もったいね、弾。なんかある。けどちょっと待って、こいつは？あ、大丈夫だね。なんだ、破片主流だ。目の前のは大丈夫。こいつは？こいつも大丈夫だっけ？と？あとは？あれか。え、ちょっと待って。あれか。おお、カッチカッチやぞ。ね。ほらほら、動いてんもん、自ら。俺こっちだよ、つって。これでも。大丈夫だね。今なんか俺やっちまったかと思った。よしよしよし、刺激を与えてないから、やったスピネルだ。で、これ急いで行かなきゃいけないだろうから。よし、走れ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 。ムシ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 。やつらが復活してくるとかそういうオチはないだろうから、OK、ぐるっと正解。やってきたぞ、ベイベー。オープンセサミはしてくれない。あ、やった。あ、なんだ、ここまでくれよかったね。すごい中途半端なところで終わっちゃったからね、前回ね。あったー、ありがとうございます。でん。銀トークン。そうだ、もう、でもどうやろう。あ、ラストのあれがあるね。チャームつけてく？ね。うん、嫌いをからつけてくれてありがとうよ。いやいや、どういたしました。あなた様のためだったら何でもやりますよ。Good stuff, stranger. Stranger.
What can I interest you in? まずはね、ちょっとね、ボコボコにされてしまったこいつを。That's good work if I do say so myself. 歯の修理はいらないと。Good luck to you, stranger. で、トレード。あ、ちょっと待って。あ、そっか、スペシャルオファーか。で、トレードで、金トークン3つ。What's that?How have we procured these curiosities? You can't go wrong. Anything at all. Don't get yourself killed now. 大丈夫、生きてる。ギリギリ生きてる。よしよしよし。ドゥーン。遊んでいきたいけどね。遊んでいきたいんだけど、一旦はもうちょっとね、ここで。あ、1枚ごとか。あ、俺てっきり3枚かと思ってた。しまった。あ、しかも外れかよ。しかも外れかよ。ハンドガンのクラフト発生ボ、外れ引かせたからもう怒りの浸透のあまり帰っていきます。あ、何も言わないんかーい。引き止めるってくれるんかと思ってたけど、そうでもなかった。残念。よし、じゃあどうしよっかな。Hello, stranger. Hello, stranger. とりあえず、食うか。ヘビ食うってなかなかだよ。もう先行弾もいらないだろうしね。マップ。宝が24分の21。あとちょっとなんだな。あ、でも、ごめん、間違えた。で、こっち。あ、まだ研究所入ってねえわ、そういえば。よし、じゃあ、組み合わせ。ほい。で、これでまた10万ポイント分いけるでしょう。ほい。じゃあ、キン。で、ラス。と、オッケー。ちょうど10万やね。で、続いてこっちは、チャキン。あ、しまったな。こっちにしようか。ごめんね。で、こっちの、イエローダイヤモンドです。オッケー。で、これは、ダブルの方が高くなるね。別々のカラーじゃなくて。で、こいつは、スリーカラーズにしようか。てか、スリーカラーズしかできねえわ。オッケー。っていうところですね。はーい。で、思考ロッド、売却専用、再売却専用、イエローダイヤモンド。よし。じゃあ、この先進んでいくか。何が待ち受けてんだろうね。とか、どこまで来たんだ。あ、こ、ん?バッツ?ああ、射的場のことか。こっちに装備し、変えとこう。まだ声がするね。とても、優しいよね。この島の人たちというかさ、これまでの、ね。あんなちゃんと商売のスペースを与えてくれるなんてさ、ってかもうすでにバレてんじゃん。甘いわ。甘いパート2。All right. Almost there. Ashton. 擬態してんのか。それは気づかなかった。You should be next time.擬態か、マジか、ここに来てノビスタドールが出てくるのか、そんなびっくりポイントがあるとは気づいてなかったな。あ、またどっから、慎重に慎重に、カウンダウン、落ち着いて、ダーン、オッケー、ワンダウン、違う、ボタンを間違えた。違う、あれ、伸びか。え、なんだ?急に爆発したぞ。あ、上いるね。オーケー、ヒッティング。あれ、伸びか。そうだね。オーケー、オッケー。そういうことだな。あ、違う。あれ、どこだっけ?伸びちゃんは、伸びちゃんはちょっとそれは難しいでございます。飛んできた。ちょっと待って、すごい遠くでめっちゃ爆風のおならしてる。爆風おなランプやってる。これか。あ、いてワクリアルト、ワクリアルト、どっから飛んでない、どっから飛んでるな、どこで飛んでる、気のせい。ああ、飛んでる飛んでる、ちゃんとしっかり飛んでる。
こっちから出てくるか。おお、ロケラ。あいつか。ほい、ワンダウン、オッケー。あれ、ちょっと待って。あー、いるいるいる。あそこからめっちゃ顔覗かせてる。あ、来た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 。やっぱり、やっぱり部屋の中で空を飛ぶなんていうのは間違ってたんですって。ようやく気づいて。あ、ちゃ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 。ちょ待って、なんかどっかでさ、ファン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 言ってんだけど。ブラックバス？また魚の干物かよ。あれどこだ？あの、できれば分かっている段階で一匹ずつ綺麗に殻つけていきたいんだけど。上に登ったらいるかな？すごい羽の音が近づいて、あ、いたいたいた。ほい、ほい。オーケー。はい、ありがとうございました。お立派な施設になってきてんな。こんなすごかったっけ？原作とやっぱちょっと大きく違ってきてるポイントの一つっすね。素材が落ちてる。とりあえずここの上のアイテム回収したら戻るか。おお。なんかこれだけ拾わせるってことはなんかました。なんかすっごいパッチパッチしてるな。パッチパッチステーションいる？あのね、音がすごいね。バッチ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 言ってる。ここら辺に今のところ敵がいる気配はないね。よし、じゃあ降りるか。ほいっと。で、あ、じゃあこの中は入ったから。あ、危ない危ない。もうちょっと引っかかる。よし。これちなみに、やることで、今、耐久減ったかな？わかんないや。ちょっと奥にライト。で、わー、タレットがあるのか。マジマジ。ああ、来た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 。よくないね、よくないね。これは非常によくないね。アイバエスをなんかすごい、チュドーンに言うてる、チュドーンに言うてる。こっちおいで。こっちおいで。やははは、や。やはは。よし、オッケー。ガラロッキックと。あ、いって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 。お前、縦は卑怯です。縦は卑怯です。オッケー、ガラロッキック。あ、いった、いった。あー、やべ、あれ。オッケー、よいしょっと。てこき。お前、大胆だな。もうちょっとそういうのはさ、人のいないところでやるもんだぜ。やばい。あ、やばいやばいやばい。ダメです。慎重に、お縄にちょうだいせい。お縄にちょうだいせい。生きてる。ほい。お前はなぜ近づいてきた？撃てる場所じゃなかったんだ、つってか。そうはいかの金玉。近い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 。その距離は、その距離はダメだ。その距離はダメだ。ダメ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 。オッケー。ただこれね、まだノビがいる可能性があるからね。ノビに対抗するにはもうジャイアン連れてくるしかないよね。よいしょ。ハンドガン、ショットガン、いいね。オッケー。あ、いいね、ライフォー。おー、そうだよ、朝日が昇る。よいしょ、オッケー。朝日、朝日。なんかこいつ恐怖心与えてくんな。演出が上手だよね。あれか。こっちは？いけちゃうのね。言うてる。てかこの中にこれがあるのがまたなんか敵が入ってきそうな予感がしなくもなくもないんだよな。開けて。ライフル多くない？敵どっかいる？乗り越えたらなんか出てくるじゃないか。アイテムは、
ちょっと待って、ライフ、あ、ライフルの弾。ライ、中にいるのか。どっかで、うー言うてるよな。下にいる。下にいないけど声はするということや。よし、ちょっと待って、ライフルの弾は回収しに行こう。あれは必須。ちょっと待って、ここでチョキッと見たときにあれは違うもんね。今のところ周辺になんかそれらしきものがいる気配はない。なぜ切った。あのね、マイクを口元に置いてくから。あの置き型のマイクなんで、間違えてね、マウス操作が下手くそだと普通に押しちゃうんだよ、マイクが当たって。マイクいいやつだったのに。いい店ってどんな店だったんだろう。サンタモニカで美味しいお店入れなかったから、今度ロス、ゼルスか、ゼルス行くときぜひちょっといいお店を教えていただきたいけども、マイクはいない。この悲しみは乗り越えていくしかない。よし、オッケー。ほい、こいつを積極的に使っていこう。いないのか。あれでもなんか、うん言ってない？気のせい？中に待ってましたとか。ロッカーがあったら入りたい。うわ、怪しいわ、こんだけ武器手に入んの。出ようと思ったらめっちゃ出てくるとか、そういうオチじゃないだろうね。大丈夫か。ただちょっと待ってよ、このタレット集団は。え、あっちから行くのかな。なんかさっきからうんぐ言ってる。誰やそのうなってるやつ。こんなとこで寝れるって大した度胸だよね。そういうことか。ああ、なんだ、3発か。びっくりしたわ。よいしょ。これでも来た方からまた敵来るんじゃないか。おい。あ、来てるね、来てる。え、じゃあ来てないわ。武器は特にない。あ、来た来た来た。はい、団体さん。団体さんご一行いらっしゃいませ。お一人様からようこそ。カウンター席でよろしいでしょうか。っとほい、よし。なんか急になんか、あはー、え、ゾンビみたいになってる。どういうことや。え、こんな塩今までなかったよね。急にだな。ほい、はい、オッケー。ああ、なんか手前のやつ撃とうと思ったら後ろのやつが。あ、いて、虫は嫌いなんです。よし、あ、しぶとい。ああ、そういうことか。おいしょー、発狂禁止です。おとなしく飲みましょう。おとなしく飲んでください。は静かな飲みを推奨しているお店でございます。またのご来店お待ちしております。命があったらまた会おう。飛び込みは禁止だね。そういうことが、武器がこんなにあったのはあいつを始末するためだったんだな。いや、しかしも顔あれかぶってんのか、それともああいう顔になっちゃったのかな。そこら辺どうなんでしょうね。これはまたなんかスイッチを押さなきゃいけない。こっち
あ、なるほど。これでも敵がこっち来れないよーっていうやつか。なんたる親切設計。どっかに。あった、エクスパンションちょ、あったあったあった。てん。よし。じゃあもうこれで来れないだろう。ありがとう。さあ、進んでいこう。オープンセサミー、待ってて、アシュリーちゃんいないとこ。え、アシュリーを探す。まだあんのけ。これは開けられない。ってことは、あの例の、教祖の好みの変態修道士様たちがいっぱい出てくるってこと？かろうじておっぱいがいっぱいあったもん、おっぱいがちょっぴっとあったもんね。ちょっぱいってやつか？ちっぱいか。アシュリーいいんじゃん。アシュリーいいんじゃん。普通に。で、ここら辺のアイテムは特にない。わあ、シャンデリアまでこれにしてもセンスねえわ。アシュリー、やっといたけど、痛い。遠い。ちょっと待って、ちょ、あ、出た、庭とこの杖。ボルテモート。このクリフ先生、賢者の石見つけたらお前なんか一発だからな。あ、あれ、いつの間に？その心は与えたい。つつましい願い。いや違うね。あれだろ、 お金と力が欲しいんだろ。本当欲しがりさん。肉も骨も死ねも。目本当いっちゃってんな。うわー近づいてきた。何クルーシオでもされてんの今。あーニコッとしてる。血管どうなってんの。でも結構こいつもさ教祖様とかさ言ってるけど、シンプルに虫に侵されてるだけだよな、こいつね。サドル！なんだ、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 なんだ。うわぁ、息臭そう。ちょっと待って。バイオハザード感。何か、いざ、かくあれ。かくあれかし？あ、なんだ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 。おぉ、聞いて、あ、Now! Go! そういうことか。で、これで捕まって、アナザーオーダースタート。皆さん、チャプター15から16に移るには、全部、あの、レオン編じゃなくて、エイダ編が始まります。あの、小娘が、てか。こいつ、ああ、出た、おてて。パラ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 。おお。あ、そういうあれなのね。そうだよね、これが正しいかもしれないよね。原作なんであそこにあんなドラム缶落ちてたんだってなるもんね。大丈夫、立てる。あともうちょっとだよ。ルイスの研究所に向かう。なぜ急にそのミッションが。あちょっと、あ意外と重いぞ。違うな、あ腕もブランブランや。骨がなくなってる。なんかレベル1。ラボトリー B looks like it's this way。この至福の瞬間今のうちに味わっておこう。これはあれストッキングの伝染、それとも足が伝染してんのか。あこれさ、ほらほら見て、みんな今だよ、今です。もうプルンプルンしてる。もうなんか虫に侵されてくる。そんなの関係ないよもう。おええ何今の走馬灯。まあでもさすがにこの状態で敵が出てくるわけないから、もうこうだよ。そう、あ、いいね。うわ、どの角度から映すかすげえ悩むな。あ、いいね。よいしょ。そう。俺もいよいよか。うわ、いいね。プルプルや。でもちょっと待って、これなんか先になんかあるのか？あ、光だ。やばい。あ、これもし時間制限ある。あんなそんなおっぱいプルプル震えてるの見てる場合じゃない。オープンセサミ。まさかの。Still you resist. おおおお、めっちゃ抗いますよ、そりゃ。なっとけ。いいね。え、あ、終わった、もしかしてこれゲームオーバー。あ、やばい。見づら、え、待って。うわー、いっぱいいる。これ触れたら終わりとか。触れたら終わりとかなのかな、これ。あ、違うね。めっちゃあれだ、隙間塗ってってる。
あ、なんてただの幻か。え、教祖様が目の前にいるとか、そういうお家？これ大丈夫？時間制限ない？プル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 、めっちゃプルプルしてるけど。やめろ。It's over。この目の前を行ったら、光。そうだよ。奇跡。え？立ち上がって。立てれよ。立つんだれよ。いけいける。そうだよ。寄生体はほら、暗いところでしか生活することができないんだから、明るいところ行っちゃえばさ、もう大丈夫なんだよ。あ、よかった。なんかすごい回り道しなきゃいけないのかと思ってた。あ、これか？ここで、まさかの。キッタールイスラボラテリー。ずいぶんと立派な研究室もらってんな。でもここでさ、こんな状態だったらさ、先に俺からやるぜみたいなことなんてできないよね。まずさ、真っ先にアシュリーから行くよな、これな。うわー、できるかできないかの確認をせずに、まずは自分の命の大統領の娘を捧げるっていう。あなたが先に、ダメだ。ほら、得体の知らないことに、俺が自ら身を捧げるわけにはいかない。お前が生贄だ、覚悟しろ。ふははははっていう感じや。だって使い方わかんないでしょ、これ。機械になってもさ、いきなりその機械使えって言われてる。俺多分あの椅子を倒す起こすの操作も分かんないと思うよ。やばい。あ、これはまさか愛不死症の人も。ライブでもやられたんか。なんかもう思ってた以上に壮絶な、なんかもう喘ぎ声というよりは断末魔って感じ。あ、レオン、カン。ってことは、新しくエージェントを目指す彼女が、あれ？チャプターエンドってか、レオンがエンドじゃねえか、これ大丈夫？あ、違う。ごめんなさい。間違えた。あ、ですか。必ず君を守る。守ったところでチャプターエンドでございますね。はい、ということで動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございました。レオンはどうなった結局。レオン一体どうなったってところですけどね。まあ無事アシュリーが助かったということで、なんかちょっとね、もうちょっとエロい愛情を期待してたんですけど、まあ壮絶な断末魔だったり、まあでもね、体の中を虫に侵されててね、助かろうと思ったらあれくらいエグい声出てくるのは致し方ないわなっていうところですね。はい、ということで本日もね、動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またね、次回パートでお会いできたら幸いです。多分ここ来たからラストチャプターサドラぶちのめすだけになるのかなというふうに思いますんで、ぜひね、最後のチャプターお楽しみください。ではまた次回お会いいたしましょう。バイチャー。